田畑雄一は、テレビ朝日アナウンサー。東京都出身。身長183センチメートル。東京都立駒場高等学校、日本大学小学部卒業。1984年に、アナウンサーとして、テレビ朝日に入社。同期は、藤井明、山口陽子、佐藤ひとみアナウンサー以外では、現、 静岡朝日テレビ代表取締役社長の平成隆がいた。主にスポーツ中継の現場で活動し、特に辻吉成と共にプロレス、合わせてサッカーを中心に担当していた。テレビ朝日サッカー放送では、各沢和テルジともにエース各として実況に携わっていたが、2011年現在では、新ジュニアにその座を譲っている。 ワールドプロレスリングでは、蝶野正弘に頭からビールをかけられたことがある。1998年の長野オリンピックでは、ジャパンコンソーシアムの一員として参加、自らが実況した種目で、日本代表選手が金メダルを連発したことから、金メダル穴の異名がついた。また、2004アジアカップでの、 日本対オルダンとの準々決勝での PK 戦の実況を担当した。2014年9月に開幕する FIA フォーミュラリー、e、選手権の実況を担当する。稀にではあるが、テレビ朝日系列のドラマに出演することもあり、映画の相棒を劇場版にもアナウンサー役として出演した。プライベートで UAE まで U-20 日本代表を応援しに行くほどの サッカー好きである。J リーグでは FC 東京のファンである。また料理にも造形が深く40年もの料理歴を誇り専用包丁を6本も所有するほどのベテランである。2017年10月からワールドプロレスリングの実況に再び復帰した。ボイス5リターンズボイス6テレビ朝日アナウンサーズ田端雄一親父の一年発起テレビ朝日 田畑祐一アナが17年ぶりにプロレス実況復帰。テレ朝ポスト2017年12月17日閲覧。ありがとうございます。